危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。お元気ですか？元気です。だんだんコロナも、解消してきて、何かハワイとかカリフォルニアで違いがあるようなことってありますか？マスクは相変わらずみんなしてますけど、一応路上ではしない人が増えてきました。あと、やっぱり毎回この 2,3 週行ってますけど、なんかやっぱり観光客がすごく増えているので、日本とかアジアからの人が来てなくてもハワイってすごい人気があるんだなっていう、改めてちょっと実感の毎日です。ワイキキすごいですもうなんかそろそろ1年経ってね、こっちも渋滞がすごくなってきて、皆さんお出かけされてて、先週3連休だったんですけれども、あちこち車で皆さん出かけてました。はい、今日も、ローンコンサルタントの前川さんにゲストとして来ていただいています。今日は、日本在住の方でも、はい、もちろん在米の方はもちろんなんですけれども、アメリカで不動産ローンを組んで、はい、お家を購入、セカンドハウスを購入されたり、または投資物件を購入されたりできるというお話をしていただきます。前川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は、日本在住の方も、在米の方もアメリカで不動産ローンを組もうということで、こう組めるのかというところをお話しさせていただきたいと思います。はい、それでは、逆にですね、日本人が取れる不動産プログラムなんですが、2年以上アメリカに住んで、2年以上タックスリターンを、確定申告をして、収入を申請していないと、アメリカの、一般の方が取られる住宅ローンを取れないんですね。ですので、それ以外の方、駐在に来たばっかりですよとかですね、日本に住んでますよ、アメリカに住んでたけど日本に帰っちゃいましたとかっていう方は、外国人ローンとか駐在員プログラムっていうのがあります。特別なプログラムで、これは政府系のプログラムではないので、金利が若干高いんですが、ただ取ろうと思ったら取れるんですね。で、残念ながら日本にいながらにして、日本の銀行でアメリカの物件を買うってことがなかなか難しいので、それをやってくれる銀行も中にはあるみたいなんですが、たくさんの担保を銀行口座に持ってなきゃいけないとか、金利も思ったより高いとかっていうのがあるらしいんですね。ですので、まあそれだったらアメリカの外国人ローンプログラムを取ってはいかがでしょうかという話になります。これ念のため確認なんですが、この外国人ローンのインターナショナルローンは2番目ですね、はい、こちら在住で2年未満ということは、こちらの居住者、つまりレジデンスなんですけれども、はい、このレジデンスであっても外国人ローンというのは借りられるという理解でいいですか？そうですね、外国人ローンという名前にはなってないんですが、まあ、駐在員プログラムというような特別な、まあ、外国人ローンの、ちょっと変形した形っていう形で取れます。はい、分かりました。条件も外国人、全くの外国人ローンよりは少しいいんですね、条件としては。はい、はい、で、駐在員プログラムは、頭金が 20% で大丈夫なんです。で、まあ、もちろん駐在員ですからソーシャルセキュリティももう取っておられるでしょうし、銀行口座も持っておられるでしょうから、これは非常に外国人プログラムと比べると有利になってます。頭金 20% で、これだと普通の、ね、在米者の方とあまり変わらないと。だ、頭金、ローン諸費用以外にリザーブ金が必要というのが、一般のアメリカ人とか在米者の方とは違う、条件になります。リザーブ金ってどのくらいの、金額をおっしゃるんですかね？
これはですね、ローンの支払い額と、固定資産税、火災保険の月割額、あと、管理費ですね、管理費 HOA が あれば、その管理費すべて足した金額の6ヶ月分ですね、最低、はい、がつまり半年間給与がストップしちゃったとしても、ローンの支払いが焦げつかないよっていう、はい、そういう保証が取れるってことですね。そうですね、はい、そういうことですね。これが あれば、大丈夫と。これは使うわけではなくて、口座のどこかの口座に入っていればいいですよと。で、例えば日本の口座に入っているっていうのでも大丈夫です。あ、そうなんですね。はい、ただしそれを英訳しないと審査官がわからないので、英訳してくださいねっていうことになります。僕はいつもややこしいんですけど、日本は銀行によってはステートメントがあるところもあるらしいんですが、ほとんどステートメントっていうのがないんですよね。ですから、預金通帳の2ヶ月分の翻訳するとかということになったりしますね。残高証明を出してもらってそれを英訳っていう、そういうこともあるんでしょうかね。残高証明はダメなんです。残高証明だと、例えば、1週間前に誰かから借りてお金を入れといて、それで、今日付けで残高証明を出すとたくさん入ってるんですね、お金が。というのがあるのでこれはダメと、審査官もよくその辺を知ってるので、残高証明以前良かったんですけど、15年ぐらい前も残高証明ってやってましたが、そういうインチキがたくさん出てきて、それでなくなっちゃいました。わかりました。翻訳っていうのは自分でその横に英語じゃないけど、この分かるようにつければいいことでしょうか、それとも誰かをそのプロの人を雇って訳してもらわないといけないんでしょうか。それはですね、金融機関によるんです。この外国人ローンのプログラムは我々も、ブローカーとして働いてまして、政府機関のローンだと我々直接できるんですけど、このスペシャルプログラムは金融機関、いろんな金融機関がやってるんですよね、自分のところのプログラムとして。そこをアプライするので、銀行によってちょっと違うんですが、例えば Google の、翻訳っていうのありますよね。あれは、誰の意思も入らないので、認めてくれるっていうところもあるんですね。で、例えば私が翻訳をして、で、誰か第三者にこれは間違いないと、サーティファイしてもらうっていうパターンもあります。ただご本人が翻訳するのはダメですね。で、一番きつい銀行は、プロの翻訳家に、翻訳してもらってノータリーしてもらいなさいというところもあります。前川さんのところはどのパターンでやられるのが多いんですか。うちのパターンはですね、私が翻訳します。私が翻訳してだいたい通してます。なるほど、はい、はい、でここがからが、外国人ローンのプログラムの内容なんですが、これは日本在住者ですね。で、日本在住の方ですから自宅としては購入はできませんよね。だからセカンドホームあるいは投資物件として申請します。で、頭金は 40% あるいは 50% 入れてくださいということになります。以前バブルの時に、たくさん外国人の方がローンして、で、バブル崩壊しちゃって逃げちゃったので、そういうのもあって頭金をたくさん取っとかないと、その物件を取り上げて売っても全然もう銀行は大赤字ってことになりますから、結構外国人の方には頭金をたくさん要求するところが多いです。ただうちも選べるんですが、他の頭金 20% 30% でやるよっていうところもあるにはあるんです、アメリカで。その場合金利がめちゃくちゃに高いです。 6.5% とか 7.5% とかそんなになってしまうので、あえてお客様には言ってないです。で、やはり毎月毎月そこを貸して家賃収入を得て、例えばカリフォルニアなんかだったら頭金 50% ぐらい入れとかないと毎月赤字が出てしまうので、
その点でも 50% がいいんじゃないですかというふうにはお客さんには言ってますけれども、ね、はい、でローン金額は、ミニマムがあって10万ドル以上でないとローンしませんということになってます。で上限は 3.5 ミリオンですから、そんな物件なかなかないので、まあ大丈夫だと思いますが、非常に低いローンだとちょっとやってくれないところも多いんです。で一番低いところで10万ドルなんですね。で場合によっては30万ドル以上しかダメよというところもあります。で、外国人ローンを取るのに、2つ問題があって、1つはソーシャルセキュリティ番号あるいは納税者番号がないとダメですよと。ローン申請時に持ってなくてもローンをクローズするまでに取ってくださいねということになってます。で、まあどっかの国がどんどんアメリカに来て不動産を買い漁ってめちゃくちゃに、値段が上がっちゃったっていうのは皆さんよくご存知だと思いますが、そういうこともあって、IRS は納税者番号をなかなか以前ほど簡単に出してくれないんです。なので、これは事前の準備が必要です。私が使っている CPA さん曰くは、アメリカでビジネスをやって収入があって税務申告をしなきゃいけないので、納税者番号が必要ですって言えばすぐにくれると、まあ、すぐにって言っても 2,3 ヶ月かかるんですけどね、まあ、割合と、通りやすいと。家買うから、納税者番号くださいって言ってもノーって断られることが多いみたいです。ここのところは気をつけないといけません。だから事前の準備が必要ですね。これを取得するタイミングはタックスリターンの前までということで大丈夫なんでしたかね。要はですね、そうですね、これはローンの条件になってますので、はい、ですからこれがないとローンが通らないので、タックスリターンとは、まあ、直接関連はないということ。ということはクローズするまでには先に何ヶ月かかかるってことは先に取った上で、はい、の申請に入るという。これ先にやるのは、ね、すいません。そうですね、事前に取っとかないとなかなかどれだけかかってっていうのがわからないので、それは準備しとかないといけないと思います。ローンが通りました、例えば、家の購入が確定しましたって言った場合はもうそれだと遅いっていうこともありますので、はい、はい、わかりました。はいですね、はい。で、あとはアメリカの、バンクのアカウントを持ってないとちょっと厳しい、それ支払いができないとか、家賃を受け取れないとかいろいろありますから、やっぱり自分で、一度はこちらに来て口座を開けてっていうことをしないといけないかもしれないですね。今日本の口座、日本の銀行で口座を持ってるとこちらにユニオンバンクに口座ができるみたいな隙間を持たれてる日本の銀行もあるので、私たちの投資のお客様はそこを通してユニオンバンクの口座を持ってこられる方がものすごく多くなってます。なるほどなるほど、うん、そうですね、ユニオンバンク、それや、日本にいながらして口座を開けられるっていうのがあるって聞いたことありますね。はい、そうですね。あと住友もなんかあるみたいですね。SMBC でしたっけ。はい。そこも。はい。はい。はい、それと、次はですね、必要書類なんですが、日本の方もアメリカのローンと同じように、収入の証明をしなきゃいけないので、これも全部英語でですね。で、アメリカの場合は W2、と給料明細ってことになります。日本も同じように給料明細と、源泉徴収票、自営業の方は確定申告というのを英語に翻訳して、で、
提出します。で確定申告すごく、ページも多くてで内容も濃いのでそこは私翻訳ちょっと難しいのでこれはお願いしてます。翻訳業者さんに頼んでくださいねということですね。であと日本で、家を持ってたりするとその日本のローンの明細とか、も全部出しなさいと言われるんですね。その辺が、問題になってこの一度ローン申請、却下されちゃったことがあるんですけど日本の家賃の、明細を最初に聞いてなかったのでいやこれだけこちらに日本にローンがありますよっていう話になってしまうといった場合は、それでさっきあの、ね前にお話ししたデッドトゥインカムレシオというやつですね。自分の収入に対して、ローンが多すぎるよということでダメになったケースもあります。ということで、もしもその辺のもっと詳しい書類とか、情報が必要な場合は私に直接言っていただいても結構です。はい、日本から、お住まいでアメリカの物件に投資をしたいって方多くおられるんですけれども、その方たちの一番最初に出てくる質問としては、はい、アメリカでローンを組んで購入することができますかということなので、そういうふうにアメリカの方で、住宅ローンを利用して、物件を購入しようと思っている日本ご在住の方は、前川さんご連絡してみてください。Eメールでね日本語で問い合わせができるっていうのはものすごく貴重な存在だと思いますので、はい、よかったら質問はどんどん前川さんに送ってください。はい、お待ちしております。いつでもどうぞ、はい、ありがとうございます。はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。もし気に入っていただけましたらばチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。では次回までまたさようなら。ありがとうございました。前川さんもありがとうございました。ありがとうございました。